ということで、おはようございます。石垣島3日目、あっという間ですね。今日は皆さん、私とアンティ以外は水牛ツアーに参加します。水牛ツアー8時10分にロビー集合ということで、さっき朝ごはんね食べに行ってたんですけど、今日はねワオ洗濯して行ってきました。まあ、個人的にはね、洋の方がちょっとね美味しかったかなっていう感じですあ、全然まずかったとかそういうわけではなくて、こういろんな自分の好きなものをこう食べられるっていう意味では洋食の方がいいなと思います。明日最終日、洋食のブッフェなので、明日もね朝ごはん楽しみにしたいと思います。ということで、今7時40分過ぎなんですけど、みんなを見送ってから私たちは街の中を散策したりとか、いろいろね撮影できたらいいなと思ってます。そう、そもそもなんであんたたちは行かないのっていう感じなんですけど、私はね茹でるものとかちょっと乗れなくて、今回はね断念しました。でもね、前回ピーナノの動画で言ってるんですよ。ちょっと茹でるものを見るのが恐怖症っていうか、ちょっとダメなんだよねっていうね動画出してるので、気になった方はその動画も見ていただけると嬉しいです。ということで、3日目も楽しんでいきましょう。今日ちょっと肌寒い。車がないから荷物あんまり持ってきてなくて。確かにね、上着だけ必要かもね。はい、ということで今お見送りしました。近いよね車に。なんでだろう。ということで、準備が終わってもうね車に乗って移動してるんですけど、で今甥っ子たちとかね、うちの両親は今水牛ツアーに行ってるんですけど、その間私たちは石垣ラボっていうパン屋さんでちょっと行ってみようかなと思ってます。ね、石垣のね旅行もね早いもので、あと今日と明日になります。もう明日帰るんです。早いよ。世間はもう連休がね始まったばっかで、みんなどれぐらい滞在するんだろうね。昨日ぐらいから人がもうすごい増えて、私たちが泊まってるホテルの駐車場もすごい車でもういっぱいになっちゃって、みんな石垣島に来てるんだなって思いますね。あ、もう石垣ラボに着きました。じゃあちょっと後で紹介しますね。今日はねちょっと天気が悪くて、今日は曇りです。昨日まですごいもう暑いぐらいに太陽がさんさんと出てたんですけど、今日はちょっと霧みたいな雨がちょっと今感じますね。でちょっと肌寒いし ここです。ここの石垣ラボってところ、パン屋さんなんですけどね、営業時間7時半から2時まで。ということで、さっきの石垣ラボでパンをゲットしました。そしてね今ねちょっと移動中です。どこに移動しているかというと、今ねこの辺に行ってみようかということで、今車を走らせてます。石垣島の島って3時間ぐらいでなんか島を一周できるらしいですね。昨日もね島一周やってたんですけども、だいぶ天気も良かったしね、あちこち泊まれる場所とかもたくさんあって、川と川なのかな、あれは川と海がなんかつながってるんだよね。昨日行ってたところはデルタ。デルタ、何デルタって。陸地から川が流れてきて、であそこ海に入るところでちょっとこういう分散されるっていうのが、そういうリバーデルタ。そういう感じのところとかに行ったんだけど、すごい良かった。まで今ここすごく綺麗だから、もう一回見せてみ
曇ってるからね。日程とかも作ってたんだけど、なんか全然もうなんか日程通りにはまあある程度は過ごせてるかなっていう、ね、で昨日も大変だったしね、星空ツアーで。それでいいね、それちょっとね、それ時間だったから仕方ないよね。アンティも嫌われたね。ハリボーは絶対取っちゃダメだよね。アンティが買ったハリボーのグミが多分欲しかったみたいで、アンティのだよって言ったらもうギャン泣きで大変だったっていう話なんですけど。今まで本当に一番綺麗かもしれないよ。お、いるぞいるぞ、ほらたくさんいますよ。これ本物だよ本物。こっち見てる。はい、ということで、ね、おがん崎っていう灯台みたいなところがあったので、ちょっとそこに来てみました。景色がめちゃくちゃすごいですよ。今まで1番目か2番目にいいね。なつこ、船に乗らなくてよかった。結構海が荒い。ここはね、米原ビーチというところです。もうね、すごい今日曇りなんだけど、めちゃめちゃ海が綺麗とかね、コントラスト、あの水色と青のね、コントラストがすごく綺麗によく見えます。ここね、なんといってもね、人がいない。なんでもう3連休始まってるんだよ、みんなどこに行ったんだろうっていうぐらい本当人がいなくて、すごくね嬉しい。ゆっくりできそう。人がいないでしょ。ほぼ貸し切りみたいな感じでね。ここね、すごいのはここの下なの。下これ見て、ほらサンゴとか貝殻とかめちゃくちゃたくさんあって、ここではでは水温をちょっと見てみましょうか。靴だからさ、濡れるわけにはいかない。わ、すっごい綺麗だよ。もう透明度やばい。海の透明度わかるかな、伝わってるかな。すごく綺麗。どれどれどれ、水温見てみましょう。怖い、急に波が来たら怖いな。靴やった。あ、物入ってしまった。みんなも気をつけてね、波は急に来ます。でもね、なんだろう、そこまで冷たくない。海これ入れるかもしれない。サンダル持ってきてるんだけど、いや、あそこにガラスの、あの後ろがあったりだ。あ、ほんと。びっくりした。もう明らかに私が転んだところ見えるから、ここ。私がここ転びました。
ということで今日はアロアロビーチ川平さんというところでお昼食べてきました。今日はこちらです。アロアロビーチ川平さん、私はタコライス、そしてアンティはカレーを食べてお昼をね満喫しました。こちらのパパ屋さんでシークワーサージュースとアンティはマンゴージュースゲットしました。ノットマンゴー、 This is パパヤ。あ、パパヤか、パパヤジュースゲットしました。さっきお昼食べたばっかだからさっぱりですごくいいです。じゃあちょっとこれ飲みながら車で島を回りたいと思います。でもまああと1時間くらいしたらホテルの方に戻るんだけどね。ではではでは、ジュースを飲みながら島の真ん中ら辺を通りながらインターに戻りましょうか。一番最初気になった韓国のアイドルユニットの名前は2001年2002年あたりに初めて知った、そしてハマったパパイヤというグループがあるんですね。へえ、パパイヤっていうグループね。それでくれるんだ、パパイヤのやつ。はい、どうぞ、あなたもパパイヤをぜひ。パパイヤ、うーん、すごい濃厚、あの全然違う、シーバーさんと。雨がすごいですね。工事中、道がめちゃくちゃ綺麗。何作ってるんだろう。はい、ということで市内にね戻ってきたんですけれども、やっぱり石垣の市内でね一番栄えてるところってここなんですよね。ここが一番やっぱりにぎわってる道ですね。結構お土産とかそういうのもね結構みんな、あと水とかそういうの結構マックスバリューで結構買って、現地調達してる人もいるんじゃないかなというふうに思います。あれ、誰が卓球しますか？お母さんします。バイ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 。やばいやばいやばい。ということでホテルになんと卓球台があるので卓球をしに来ました。私はちょっとあんまできないんだけど、お母さんがするってどうかな。自由なの、フリーなの、お金とかかかるわけじゃないよね、うん。ということで3日目の晩御飯にやってきました。今日はねダイニング花房というところに予約を取ってます。では行ってみましょう。今日はこちらでご飯です。こんばんは。あ、こんばんは。予約の、はい、ありがとうございます。
弾力やば。弾力やばい、これほら。すごい。ちょっとスプーンじゃ取れないんですけど、これ。すごいね、これ。うん、クリーミー、これ。ラーベルはこちら、お水使っておりません。ヘチマですね。ヘチマです。これってなんていう、これすごく美味しいです。つるむらさきと豚肉、お肉食べてもらって美味しいよ。あー、なんかいっぱい。お疲れ様でした。わー、なんか一気に暗くなっちゃったね。すごい美味しかったです。もうお腹いっぱい。ありがとうございました。沖縄の料理をこう全てこう今まで一番ね。そう、今までで一番5000で出てきたんですけど、よかった。もうすごい良かったです、うん、ここおすすめします。ぜひ来てください。